どうも皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長です。どうも、今日はですね、重大発表でございます。サムネとね、タイトルにもある通りなんですけれども、この度ですね、ウイスキー専門の、コミュニティを、作ります。てか設立しましたというね、ウイスキー専門のコミュニティを設立しましたというねお話なんですけれども、これ何なのやという話だと思うんで、ちょっとね、それの説明とかもね、ざっくりしていただいて、で、興味があったらね、ぜひ入っていただきたいなと思うんですけれども、なんでこれ作ろうかと思ったっていうところなんですけど、別にそんな金儲けが、すごいしたかったわけじゃなくてですね、値段とかね、後で見てもらえたらもうめちゃめちゃ安いんで、その話はちょっと後でするんですけど、まずその、YouTube でこうやって僕はウイスキーの情報を発信してはいるんですけども、YouTube って、結局すごくライトなユーザーにも向けて話さなきゃいけないので、あんまりこう深い話ができないんですよね、ウイスキーに対して。僕は割とちょっとマニアックな話をしている方だとは思うんですけど、もっとマニアックな話とかもしたいんですよ。で、もっといろんな情報を発信したいんですけど、 YouTube っていうプラットフォームだとどうしてもできないんですよ。要は例えば、いや、この頃の麦芽の品種はこういう感じで、これぐらいのアルコール収率で、みたいな話とかしたいんですけど、そんな話をすると誰も見ないじゃないですか。で、その一部の人は見てくれると思うんですけども、それこそ僕もその、YouTube の事務所に入ってるんで、割とね、見やすい動画とか、受けやすい動画をね、割と作るようにはしてはいるんですけども、ただやっぱりマジでウイスキーもっと知りたいなとか、もっとウイスキー詳しくなりたいなとか、っていう人って、やっぱりいらっしゃると思うんですよ。で、そういう方向けのために、そういう情報を提供できる場所を作りたいなって思ったっていうのと、あと、Twitter とか、Facebook、YouTube っていういわゆる無料のコンテンツって、あんまり治安が良くないんですよね。これを言ったらあれなんですけども、例えば、誰かがテイスティングコメントを、例えばこう、もう普通の方ですよ。普通の方が、じゃあこれのテイスティングコメントを書きましたって言った時に、そのコメントは違うよ、みたいな。ことを言ったりとか、すごいマウンティングを取ってくるような人っているじゃないですか、ツイッターとか見てると。で、なんかそれって悲しくないですか、ウイスキー飲みとして。こっち好きでウイスキー楽しんでるのに批判してくんのよって話じゃないですか、みたいな。そういうことが割と無料のプラットフォームだと起こり得やすいんですよね。要はその治安が良くなかったですよね。なんである程度のお金を払うことによって、治安の良さもありつつ、なんでこうみんなでこうウイスキーのこういうの飲んだよとかっていう話もできるような、いわゆるその、オンラインサロンなんですけど、コミュニティっていう形で、作りたいなと思って、作りました。これが僕が作ろうと思った経緯ですかね。で、一応、値段設定がですね、600円のコースと、1100円のコースがあります。スタンダードコースとVIPコースっていうんですけど、どういう特典があるのかっていう話をしましょうか。特典の話なんですけど、600円の方はですね、まずさっきもちょっと話したように、YouTube とかでは取り扱わないような、結構込み入ったようなウイスキーの話だったりとか、それこそ麦芽の話とか、製造方法の話だったりとか、蒸留所の話だったりとか、例えばこう、オールドボトルの話だったりとか、みたいな感じで、こう、いろんなこう、ウイスキーの深い話だったりとか、興味深い話とかあると思うんですけど、YouTube で言わないようなマニアックな話だったりとか、結構込み入ったような内容の話だったりとか、っていう、いわゆる僕のコラムですね、っていうのを掲載します。あとはそのウイスキーを楽しむ上で、例えばこう、蒸留所の一覧のリストを貼ったりとか、フレーバーホイールを、お渡ししますとか、そういう感じで、例えばこう、ウイスキーを楽しむ上でも役立つような、情報だったりとかコラムっていうのを配信いたします。そこで。で、あと、例えば今月一番美味しかったウイスキーとか、ただ YouTube とかでも取り扱わないようなウイスキーっていっぱいあるでしょ。例えばこう、ボトラーズとかでも。YouTube って、オフィシャルの新商品とか、オフィシャルのなんか限定品とかしか基本的に取り扱わないじゃないですか。でも僕めちゃくちゃウイスキー買ってるんですよ。ボトラーだったりとかもそうですし。っていうその YouTube で取り扱わない、要はオフィシャルの限定品じゃないようなボトラーだったりとかのテイスティングコメントだったりとか評価っていうのも僕がまた、配信します。なんで結構僕配信すること多いんですよね。で、あともう一個、これすごく多分いいかなって思ってるのが、新作のウイスキーの発売情報っていうのを流します。流しますって言ったらですね。新作の、ウイスキー発売情報っていうのを、配信します。例えば、
これがリリースが決まりました、でこれがいついつぐらいに出ますっていう情報だったりとかっていうのをいち早くサロンに入っていただいている、コミュニティに入っていただいている方に配信します。まあ、なんで新作のウイスキー情報とかね、知りたいよって方もすごくいいのかなと思います。で、一応なんでオンラインサロンなのにコミュニティって僕はずっと言ってるのかっていうのもあって、結局そのウイスキーの輪も広げたいんですよ。例えばどっか飲みに、どっかバーに行って飲みに行ってウイスキー飲んで、あ、これめちゃくちゃ美味しかったなってやつを写真撮って、これすっごい良かったですよっていうことを投稿して、その中でそれを見た人が、あ、じゃあそれちょっと飲んでみたいなとか、それ買ってみようかなみたいな情報交換ができる場所でもあってほしいので、なんでコミュニティっていう風にします。なんでこう入っていただいている方もみんな発言権があるような形のシステムになっております。なんで例えばこう、それこそよくわからないことだったりとか質問だったりがある時とかも、もちろん僕も手が空いてたら絶対回答してますし、他の方同士でも回答ができたりとかできるような、まあそういう感じのコミュニティにしたいなと思ってます。ただその誹謗中傷とかするような人はバンしますけどね。まあなんでこう、そういう情報交換みたいなのができる場所があったらなっていうので作りました。で、まああとはこうウイスキー業界の人とかでまあちょっとコラボしてコラムを書いてもらうみたいなことも予定してたりするので、そちらも楽しみにください。で、あとそのコミュニティの中だけでのプレゼント企画とか、ちょっと参加企画みたいなのも考えてるんで、そちらもね、例えばなんですけど、まあ第1回目でやろうと思ってるのは、アートデック10のテイスティングコメントを書いて、一番面白いコメントを書いた人にアートデックのグッズあげますよとか、みたいな感じの、そういうちょっと面白い企画とかもやろうかなと思ってるので、ぜひぜひ。で、以上が600円コースですね。600円でめちゃくちゃ安くないですか。でもオンラインサロンの平均予算ってだいたい3000円から5000円とかなんですけど、まあそれで同じような内容で600円とかでやっているのは、僕はすごい頑張ったなって自分では思うんですけど、まあそれは置いときましょう。で、次は1100円コースですね。で、1100円コースは、うちのお店にも来てくれる方向けなんですよね。600円の方とかは、まあうちのお店には来ないよとか、ちょっとすごい遠いところにいるんだよね、みたいな人向けなんですよ。で、本当にもうウイスキーの情報を知りたいとか、楽しみ方を知りたいっていうのが本当の600円で、で、1100円のコースは割とちょっとオフラインイベントみたいなのが入ってきたりとかして、ただまあそのお店に来れる人限定なんですよね。ただ月に1回以上うちのお店に来れる方はめちゃくちゃお得なコースになってます。まずですね、当店で、テイスティングセミナーをやろうかなと思ってまして、で、そのテイスティングセミナーの、ご招待を、させていただきます。1100円の方は。まあただちょっとね、別途有料にはなっちゃうんですけど、そのテイスティングセミナーを。まあ、その、出すお酒によって、そのテイスティングセミナーの、その別途分は変わるんですけど、ただかなりお得な感じでやろうと思ってます。まあ、てかお得な感じでやります。まあ、なんでテイスティングセミナーとかね、まあ、参加人数が多いとどうしても抽選になっちゃうんで、まあ、結構多かったら、またま、週になんか2回とかやればいいだけなんで、参加していただける人数によってね、開催する頻度は多分変わるかなと思うんですけど、まあ毎回ちょっとテーマを決めて、テイスティングしていくようなセミナーとか、あとそのテイスティングをこう、うまく書けるようになるような、セミナーみたいなのもやろうかなと思ってます。で、あとですね、僕のオリジナルのボトルあるじゃないですか、GU。まあ3本目は結構先なんですけど、まあそういうのの、まあいわゆる先行予約ができるシステムだったりとか、あとこれで元取れるんですけど、会員の人は1ヶ月に1回、うちのお店で1000円相当の、すごい高級なチョコレートとかあるんですけど、ミニマルとかじゃないんですけどね。すごい高級な その1000円相当するおつまみのチョコレートがあるんですけど、それが月に1回、タダで食べれます。なんで、もうそれで元取れるんですよね。もうそれが1000円50円とかなんで、売り値が。なんで、もう、ほぼ元取れるんですよ。その月1回のチョコレート。で、あとはご来店の予約の優先システム、なんか行きたいよって時にポンって、この日行きますっていうのを送ってくれたら、もうその日には予約が入るよ、みたいな感じ。まあ、結構簡単にお店に予約がしやすいような、予約しやすいシステムっていうのがあります。まあ、それが、まあ、その600円コースのその情報と、プラスで、さっきのオフラインのテイスティングイベントだったりとか、まあ、1500だったりとか、おつまみだったりとかっていうのは、まあ、プラスで、それをプラスで、まあ、VIP コース、まあ、1100円コースっていう風になります。まあ、以上の2つのコースですね。まあ、1100円のことは別に600円のコースと同じ内容、プラスで、なんかプラスアルファで、テイスティングイベントとかで来れたりとか、おつまみがタダで食べれたりとかするよっていうのがあって、で、600円の方は別にお店に、来ないよって方は、全然600円の方、全然いいかなと思います。まあ、かなりちょっと、お得かなとは思うので、ぜひウイスキーめっちゃ好きだなとか、まあ、もうちょっと勉強したいなとか、もっと詳しくなりたいとか、もっと楽しみたいとか、
そういう方はね、ぜひ、入ってみて損はないんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ、ウイスキー専門コミュニティ10っていうね、コミュニティ名なんですけど、こちらにね、ぜひ入ってみてください。で、一応入り方はですね、一応その下の概要欄の方で、入れる、で、リンクがあるんですけど、今日は、キャンプファイヤーコミュニティさんと、にちょっとね、やってもらって、やってるんですけど、まあ、一応そのキャンプファイヤーコミュニティのところに、登録してもらって、で、そこから会員になっていただいたら、非公開の、完全非公開の、まあ、会員制の Facebook グループっていうのに、招待します。で、その中で、コミュニティをやるっていう感じですね。なんで一度そのキャンプファイヤー、下に、概要欄にあるキャンプファイヤーコミュニティのところから、まあ、600円コース、1100円コースってあるので、まあ、そこからぜひね、入りたいなって思った方はぜひそこから入って、やってみてください。結構、割とお値段の割には、かなり情報量の多い、すごい情報量の多いコミュニティにしようと思ってるので、ほんとね、5、600人くらい入ってきてくんないと割と元が取れないんですよね。っていうようなね、割と面白い、自分の首を絞めたかもしれないですけど。まあ、ただ本当にね、ウイスキーがもっと詳しくなりたいとか楽しみたいって思ってる人が、多分全力で楽しめるコミュニティになるかなと思うので、今までにないようなサービス、だと思うのでよろしくお願いいたします。本当にまず興味がね興味あるなと思いましたらぜひぜひ1ヶ月とかね2ヶ月とかだけでもいいので1回入ってみてください。なんかそれでなんかこれ面白くねえなって思ったら全然退会しちゃってもらって大丈夫なんで別に1年契約とかじゃないので毎月なんで、まあ、なんでまあ面白くないなって思ったら全然やめちゃって OK なんでまあもし本当にウイスキー好きだなって思ったらぜひ1ヶ月だけでもいいので入ってみてください。絶対楽しいと思います。本当に好きな人だけで集まるコミュニティっていうのは多分あんまりなかなかないかなと思いますし、それでいて治安も良くて、ウイスキーの情報も知れるし、みたいな。なんで僕もね、いっぱい物を書かなきゃいけなくなるんで大変なんですけど。まあ絶対満足させるような、コンテンツにしていきますので、ぜひぜひウイスキー専門、コミュニティ10の方ですね、よろしくお願いいたします。ご入会していただけるよっていう方は、ぜひ下の概要欄の方から、ご入会のほどよろしくお願いいたします。それでは、本日の動画は以上になります。すごい宣伝動画になりましたけど、まあ、こういうね、ちょっと面白いことをね、なんかガンガンやっていきたいなと思ってるんで、まあ、興味がある方はぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけでですね、本日の動画は以上になります。まあ、この動画が面白かったという方は、高評価の方よろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録もね、よろしくお願いします。あと、サロンの方もよろしくお願いします。で、あと、インスタとか、ツイッターの方もやってますので、ぜひそちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。